まあ、初勝利収めたわけですが、まあ、あの俺たちの目立つところはこんな一勝ではなく、もっともっと先のでかいことなんで、失ったもの去年も含めていっぱいあるけど、一つ一つ取り返していけば俺たちは絶対できるんで、俺たちにはこんだけたくさんの仲間がいるんだからさ、みんな死んじゃってクラブもサポーターも選手も一つになって乗り越えていきましょう。すごいナイス、本館で札幌で待ってます。お疲れ様でした。